なんかちょっと雰囲気変わったねって、なんか自己主張するみたいになった感じがするねっていうふうに、お皿が何よりなんかさらっとしてきた。燃やしてキャンプファイヤーみたいに、だんだん、はい、なかなか早く出来上がりました。はい、始まりました、辰巳さん。はい、はい、皆さんこんにちは。今日はですね、嘘のような本当の話、サニーズチャンネルの月1回から2回の生配信ですね、実際に動物の状態を改善させた飼い主さん、今日は腎臓病のワンちゃんの状態を改善させた辰巳さんをお招きして一緒にお話ししていこうと思います。すごくちゃんとしたスライド作っていただいてありがとうございます。今お褒めいただきありがとうございます。はい、すごい見やすかったので、ちょっとびっくりしました。で、では辰巳さん、ぜひというか早速ですね、辰巳さんの自己紹介軽くしてもらって、はい、スライドの発表していただきたいんですが、自己紹介お願いします。はい、この嘘本に出させていただくということで驚きだったんですけれども、今日迎えることができた辰巳久美子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではでは、したらスライドを共有していただいて、今までのように話しちゃってください。はい、画面共有、このすいません、ミーティングを退出っていうのの横に OK ってあるのは OK をしていいんですか？違うね、それじゃなくて画面共有。はい、画面共有、はい、わかりました。退出しちゃダメだよ、退出しちゃそう、画面共有、下に画面共有って、さっきと同じやり方です。はい、はい、 OK、 できましたか？ OK、 はい、はい、ではここからが私ですね。そう、ここからが辰巳さんの出番です。よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、はい、皆様こんばんは。8月からサニマルサニーズアニマルアカデミーの、SRT 根本治療っていうのの、勉強させてもらっています辰巳久美子です。で、今日は、この愛犬のおかげで私の人生は大きく変わったっていうことを、まあ、8月からの歩み、長くかかっていたんですけれどもお伝えしたいと思います。お願いします。お願いします。はい、まず私の家族ということで、大阪に住んでいます。で、今は主人と私の2人、それからワンちゃん2匹で、週末は次男が帰省して帰ってきます。で、私は仕事はピアノで、ワンちゃん大好きで、主人は車が大好きですので、仕事も趣味も車です。で、写真に載っているように昔は5人家族で賑やかに暮らしていました。うん、で、次行きます。で、ワンちゃんの紹介です。2匹のワンちゃんは、プティとキャロンで、プティの方は14歳で、右に写っているキャロンの子供です。で、体育会系で天真爛漫で、甘えたお姫様気質で、主人が好きです。で、この子が2022年の、6月に、排水腫になって、で、地元の病院に入院しました。で、5日ぐらいで退院かなって言ってたんですけれども、2週間経ってもなかなか状況が良くならなくって、で、心臓の専門の病院に転院する形になりました。で、そこから1週間ぐらい経って、なんとか退院はできるようになりましたが、僧帽弁閉鎖不全症ということで、続けて通院していました。で、どんどん心臓の状態が悪くなっていってしまって、で、その8月には、この8月をもう超えられないかもしれないっていうふうに言われるような状態になってしまって、で、どうしましょうっていう感じだったんですけれども、その月にたまたまその手術のキャンセルが出たっていうことで
兼ねてから一応その手術を、希望していたので、そこでお願いすることにしました。で、心臓の手術をするからには腎臓をなるだけ守りながらの治療ということで頑張ってもらってたんですけれども、あの腎臓のダメージが残ってしまったっていう形です。で、キャロンの方は、プティのお父さんなんですけれども、こちらは、文化系で我慢強くって、優しいからシャイな感じです。で、私のことが大好きなんで、割と遠くからじっと大きい目で見てたりとかします。で、同じように、やっぱり、プティが入院退院手術とかしているときに、キャロンも膵炎になってしまうっていうふうになりました。で、今から考えたら、これはもう本当に全て私が与えていたこと、与えていた環境のせいだったんだなっていうふうに思っています。で、次に、どうしてその SRT っていう根本治療を学ぼうと思ったのかっていうことなんですけれども、先ほど紹介したプティが腎臓のダメージを負ってしまって、それをなんとか改善したいなっていうふうに思ったからなんです。で、心臓が治ったのに腎臓があかんくなって、点滴をずっとして付き合っていくしかないのかなとか、腎臓は世の中で治らないって言われてるし、どんどん食欲とか元気とかなくなっていってね、もう本当に死んでしまったらどうしようとか、そんなことばかり不安に思ってて、だけどなんかすることないのかなって、こう諦めたくないなと思いながら過ごしていたら、本当にプティの食欲がなくなってきて、でドライフードだったんですけれども食べなくなってしまったので、手作り食に、挑戦というか手作り食を作りました。でその時には分からなかったので、 YouTube とかでいろいろ調べてたら、根本治療っていう言葉に出会ったんですね。で、根本治療って何っていう感じで、もうなんか、根本的に治んのっていうふうなことで、なんか希望に満ちた気分になって、それで、ちょうどね、無料個別相談っていうのをしてられて、お願いして受けました。で、そしたら3人校長といろいろお話ししていただいたんですけれども、なんかこうできそうと思うようなこともあったけど、でもどちらかいうとわからないこととかがもういっぱいでした。で、なんせそういうふうな、こうワンちゃんが病気になっていること自体は、飼い主が与えている環境が、犬をその病気にしてるし、それは生活習慣病ですよっていうことで、なんか原因が私なんっていうことで、戸惑うっていうか、別に特別そのなんていうかね、悪くしようと思ってないし、自分としてはね、ですごくいろんなことをしてたわけでもなく、普通に大切にしてただけなのに、なんでっていうふうなことで、頭の中がちょっとぐるぐるする感じで、そうやったんか、っていうふうに思ってました。だけど、大好きなワンちゃんたちがね、健やかになるんやったら、分からないし、分からないから分かりたいっていうのもあって、やってみようっていうふうに思ってお願いしました。よいしょ。で、私が歩んできた道っていうことなんですけれども、SRT の勉強では、自分自身をよく見つめて認識することが大切っていうことが最初に言ってもらいます。で、それをすることで、自分を観察することで、観察力を上げていくとかいうことがあるっていうことだったんですけれども、ということで、ちょっと私のことをいろいろ振り返ったスライドをお伝えします。で、小さい頃は4人家族で、父は努力家で、昭和時代のもう猛烈社員でした。で、心配性で、責任感が強くって、何か物事を決めるときには、もう吟味して決断するっていう風な感じで、やってくれてました。
で母は明るくて社交的で、まあ、おしゃれな人で、まあ、誰からも好かれる感じでも子供命でも子供のためならっていう風な感じで理想が高くって一つのことができたらでまた次にこれあれもできなあかんこれもできなあかんよみたいな感じで、まあ、どんどん理想が出てくるのでやっぱり満足はなかなかしないです。常に理想があるので。でそのためにやっぱり母は自分も一生懸命やってたので認められたいっていうふうにすごく思ってたと思います。で私はまあ長女で、まあ、負けず嫌い、まあ、母からもそう言われてましたし、よく聞かされてたのはなんか3歳ぐらいの時にもう時間ないから早く出かけるからもうくみちゃん早く靴履かしてあげるからって言ってなんか履かしたらせっかく履かしたのにそれを両方とも脱ぎ捨ててでおまけに反対に履いてそれでタタってなんか歩いててこれでいいって言ってもう行ってしまったっていう話を、まあ、よくしてくれてました。で妹は、10年経って妹ができまして、まあ、両親からもう本当に愛情をもらっててしんどい感じだったのでありがたいことなんですけどしんどくって。で、妹ができたらねそれがまあ2分の1になるやろから、ああやっとこれでちょっとほっとするわっていうふうに思って妹ができたのは嬉しかったです。で、母からはねいつも期待されて、で、まあ、やっぱり母の期待に応えるために今頑張ってやっていました。で、まあ、やりたいこととかもあってもやっぱりまあ我慢することもありましたし、からまあ心配をかけないようにっていうことで、なんか4年生ぐらいの時でしょうか、まあ、捻挫とかしたんですけど、母の前では捻挫とかしたっていうふうに言ったらまためちゃくちゃ心配されるから、その心配された顔を見る心配した顔を見るのも辛いんで痛くない顔をして歩いてました。で5歳からピアノを、まあ、習い始めて、まあ、現在に至っています。で、父親はその猛烈社員なんで、月曜日から の仕事のためには日曜日はもう一日中その寝て英気を休んだために家にいるっていう風な感じなので、まあ、家族旅行もしませんしお出かけもほとんどしませんでした。で遊びはどちらかいうと悪いことみたいな感じがあって、家では無口にしていました。母の方がよく喋るので私はまあ聞いててそうやねって言ったらいいだけとか、何か言ってもタイミングが悪いとか言い方がちゃうとか言われるんであまり言わないようになってました。だからまあ強い子っていうふうに言われてたので表情をあんまり出せなかったみたいな、まあ、ちょっと思い出があります。でここのなんか話をいろいろ思い出した中に自分のパターンなんかこう考える思考の癖っていうのがいっぱいあるんやなっていうふうに、まあ、今は気づきました。で次は根本治療を学んでから気づいたことですね。まず最初にやったのは、まあ、分からないけどとにかくやろうっていうことで、まあ、自分主語の文章を作っていくっていうのを、まあ、これは本当に頑張ってやっていました。で、今難しいけど、まあ、やっていること頑張っていることっていうのは今さっき言ってたような一番大切な自己認識のためのことで、本当に最初の頃ねなんかあんまり何もなんか見えなかった。やっぱり自分では自分のなんか年のことをあまりその気にせずに生きてたんですけれども、これはやっぱり現実やったなっていうことで子どもの頃は大変遠かったっていうふうに思いました。後ろ振り返っても全然見えへんっていう感じで結構長くかかって思い出していったっていうふうなところがあります。それからいつも教えてもらう問題発生の時は、まあ、その今起こった現状を結果をね現状把握ちゃんとしてから原因を探って、対策に行くっていうその順番ですね。で原因探ったりするのがうまくいかなくてすぐ対策に行ったりとか、まあ、そういうふうにならないように、まあ、難しいけど頑張ってます。まだなんていうか進行形なんで頑張ってるとこです。
それから、冷静にとかそのまま見るっていうふうにまあ教えてもらうんですけど、これはなんか言葉だけ聞くと別にその意味もわかるし、自分としても別にそのふんふん冷静になんやなっていうふうになんか簡単に考えてたんですけど、これはものすごく難しい、実際にしようと思ったらもうすごい難しいことやったっていうことに気づきました。で呼吸とかではやっぱりもう冷静になれなくって、で文章で書いてみたり、いろいろ教えてくださってね、先輩の方とかもね、で、そのことに対して、ラベル剥がし、いろんな見方をしてみるとか、他の方に意見聞いてみるとか、そういうふうにしながら、動揺している状態から考える状態にして冷静にすんねんなっていうふうにはちょっと分かってきました。それから、そのまま見るの方も、動物の状態を見た時に私はプティちゃんが寝てるだけでもう腎臓が悪くなって、もうこれはしんどいし死んだらどうしようっていうふうにそういう寝てる姿に見えてしまうっていうのがあったんですけど、あとは例えば5歳ぐらいの時のプティと比べてみて、それとは違うっていうふうに見えているっていうふうなことがありまして、でそれをそうじゃなくそのまま見るっていうのが、これがだから難しいけど頑張ってることです。でもう一つ、またさらに検査結果の数値に引っ張られるけどちょっと待てよと考えることなんですけれども、実際のプティの元気などはどうかっていうことが現実一番大事なんですけれども、数値が悪い時に、そんなことはない、元気にしてるからと最初頑張って思ってるんですけど、時間が経ってくるとどん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 その数値が悪かったっていうことが、そういう考えで脳がもう汚染されていく感じになってしまう。そうすると今度またその冷静じゃなくなっていくとかいうその悪いサイクルに入ってしまうっていうようなことがあるので、そこを気をつけたいっていうことです。であと問題が起こった時に、チャンスと思うこととか、自分が変化してきたことを振り返って認める、からワンちゃんじゃなく自分に目を向けることっていうのが、頑張ってることです。で大切に思うことっていうのは、運動主体感ということで、自分が今起こっている現実が自分が作り出したものっていう考え、これはでもすごいいい考えやなっていうふうに思っています。それからホメオスタシスは、動物たちが生きていくために自分で直していくような力なってますか。っていうようなこと。それからバランスが大事とか、よしあしではない、一人じゃない、相談するってあるんですけれども、私が自分でいろいろ見つめ直したときに、よしあしで物事を考えているんだなって、こうなったらダメ、こうなったらいいけど、大体ダメの方が多いです。こういうふうになってるからダメで、一人じゃないっていうのがあるんですけれども、もう頑張るってなったら、もう自分で頑張りなさいとか、自分でやりなさいってよく言われてたんで、自分で頑張らなきゃっていうふうに、すごい思ってしまって、慌ててくるとそれになってしまって、でそうなると、もうそんな相談するなんていうのは、もうどっかへ行ってしまうみたいな感じで、自分でなんとってなっちゃうんで、ここに書いてあるようなことが、大切にしとかなあかんなっていうことで、私の場合ここに書きました。はい。で、ちょっと次。よいしょ。SRT に出会う前の私と、そういう勉強を始めてからの、私の変化っていうことで、健康に不安があって、疲れやすかった。なんか、コロナになってしまった時代で、本当にすごく精神的にも、体力的にも傷んでしまったっていう感じやったんですけれども、勉強始めてから体力が戻ってきて、回復できるとか、なんか自信が出てきました。それから、愛犬だけが心の拠り所だったんですね。本当に元気に、犬が元気にしてたら、もう人生バラ色みたいな気分で、そうじゃなければ、
もうどん底の気分になってしまうっていう、なんかそういう私でした。で、それがまあ少しずつそういう愛犬軸から、まあ、自分軸になって、まあ、自分の人生っていうことも考えられるようになってきたかなと思ってます。から、まあ、一人で何とかしようと頑張ってたのを、人に頼れるっていうことに気づいて、まあ、仲間の存在とか、まあ、家やったら、まあ、主人の存在とかに、まあ、気づいた。から過去にとらわれて、何でもまあ主人のせいにして人生をまあ後悔していたんですね。ですけれども、まあ、自分が選択してきた人生だったっていうふうに思うようになったら、なんか責める気持ちとか後悔とかが、まあ、自然と、これは本当になんかわからないですけど、割と早い段階でバーッと消えたっていうふうになりました。で、伝わらない思いに苛立って、まあ、どんよりとした気持ちで会話のない家庭にもううんざりしてて、もう毎日鬱陶しいわっていうふうな感じで怒ってた時もあったんですけれど、伝えてなかっただけっていうか、まあ、伝え方がまあもう一つだったりして、まあ、もう少し伝えてみようとかしてみたところで、少し伝わって、でそうするとまあ気持ちも爽やかになって、で会話も少しずつ増えてきたかなっていうふうに思っています。変化のない生活でとりあえず満足していました。で、とりあえず満足っていうのは、まあ、私ってどうなんかなって考えた時に、まあ、不幸せではないしなっていう感じで、まあ、せやから、まあ、とりあえず満足かな、そういうふうに思わなくっちゃな、みたいな感じで、思ってました。で、それを、やっぱり、いろいろ変化したり、チャレンジして、新しく、自分が満足だって思えるようなこととか、幸せだなって、こう、心底思えるようなことになりたいなっていうふうに、思っています。それから、まあ、自由がないっていうふうに感じてたんですけど、まあ、自由は自分でっていうふうに思ったとか、他人から与えられた人生。で、これは、まあ、親からもらったいろんなその考え方の癖、そのオリジナルパターンっていう、もうそれを使ってめちゃくちゃ生きてきていたっていうのに気づいたので、まあ、ちょっと、バランスを入れて、自分の人生をこれからはやっと歩もうっていうふうに、思えているところです。はい。で、次に行きます。これでよかったかな。はい。で、これは、SRT の前後、その前から、それから SRT の勉強してからの、プティの状態と、まあ、私も含めて載せています。で、青い方の線がクレアチニン血液検査の結果になります。で、赤い方の線がプティの元気として載せているんですけれども、SRT 前を一応その基準が5っていう風なところに置いて、でそこからこんな数値かなっていう風に考えて載せました。で、あと皮下保液の状態もどれぐらいこの期間は打っていたとかいうのも載せています。で、期間が2023年の4月から一応その8月から6ヶ月間経ったところの2024年の1月までを載せました。で、SRT 前っていうのは、まあ、点滴の量はすごく多くって、この4月より前はもう毎日している時もありました。でも私はさっきから言ってたように、いつも心配して、で腎臓が悪いプティちゃんはもうかわいそうにっていうことで、手術からどれぐらい、なんていうかな、命が持つんだろうっていうふうなことで、まあ悶々とした気分になってました。でプティの方もやっぱり、まあ食欲がこうない、食べないことはないけどなんかないっていう感じとか、まあ、のろのろ歩いてたり寝てることが多かったり、からやっぱり下痢と粘膜便っていうのをすごいしてた状態でした。で、
まあ、点滴はめちゃくちゃしてたんですけれども、まあ、あのクリアチニンは上がったり下がったり、まあ、そのすごい改善したり勝手にしてきたりとか、まあ、しないままプティの元気があまりないっていうあの状態だったと思います。で、SRT があの勉強が始まって、まあ、私が、まあ、自己認識っていうさっきのいろんな振り返ったりすることを、まあ、頑張る日々が始まって、心がこう軽くなったり家庭の中の雰囲気が良くなってきたりしてくると、プティの方もあの元気がこう出てきたっていう風な感じになって、でも何よりもやっぱり食欲が出てくるっていうのが一番なんか嬉しかったです。出しても食べないっていうの時の、昔はあの若い頃っていうかめちゃくちゃ食べてる子やったんで、余計になんかこう、ご飯をあげてもね、ヒュッてこうなんか食べないっていうのが辛かったんで、食べるようになってくれるって嬉しいなっていうような状態で、あの8月11日っていうのがまあ手術の日やったんですけれども、まあ、これが迎えられへんかったらどうしようっていうのが、まあ、迎えられたっていうことで、まあ、とても嬉しかったあの気持ちがあります。で、クリアチニンの方もこの時まあ 3.3 っていうふうにまあ下がってくれた。あの基準値に対してはまだだいぶこれ高いんですけれども、まあ、下がりました。でその後あのまあほぼ順調にあのプティは元気にあの過ごしていたんですけれども、やっぱりなんかあの私として母と一緒で、まあ、理想がやっぱりこうどうしても高く持ってしまう、次々といいことがあったらいいなっていうか、もっと良くなりたいっていうようなあの気持ちがあって、でその時にその元気のことだけ考えてたらよかったんですけれども、まあ、クリアチニンの値ももっと下げたいっていうふうにすごいこの時あの思ったように思います。でこの 3.6、3.8 ちょっとずつ増えてくるっていうのがなんかすごく嫌でした。で、まあ、プティは元気にしてるのになんか嫌だなとか思って、でだんだん、あ、それからその、合宿とかをあのサニー校長の茨城院であの秋9月と11月かな、なんかされてたんですけれども、あの自分はまあ参加せずにあのオンラインだけでの参加ってなってて、あの皆さんに直接会うっていうのが素晴らしいって聞いてるのに行けないっていう自分もなんかこう嫌だなとか、まあ、そういうようなちょっと、うん、暗めの気分になってる時もあって、でそうするとまあプティもやっぱり少し、うん、あのたまに嘔吐したりとか、急になんか足の裏かき始めたりとかね、なんかそういう表情症状が出て、でそうするとまた自己否定になって、まあ、対策に偏りがちな感じになっていた私がいたなっていうふうにまあ今あの見返しています。で点滴はこの辺からまあ週1回とかになってきました。でまたね、そういうことではあのダメですよっていうふうに叱っていただくんで、あのそうかと思って、あのまたあのパッとはちょっと変われなかったなと思うんですけど、あの考え直していたら、12月に、そのオフ会、サニアカのオフ会っていうのを、まあ、関西でやっていただけるっていうふうなことが決定しましたよっていうふうになって、もうすごく嬉しかったんですね。これでようやくあの会えるわっていうか、まあ、皆さんがこっちに来てくれはるんやと思って、まあ、すごく嬉しかったです。で、あのスタッフのお手伝いもさせてもらえて、あのすごくいい体験をさせてもらえたし、で実際皆さんにリアルに出会えたら、まあ、何とこあの言葉で私あの言えないんですけれども、すごい刺激があって、で、もう楽しかったっていう感じで、で、まあ、めちゃくちゃ楽しかった。で、家にはもうヨロヨロで、あの、もう風楽しすぎて、ヘトヘトの、なんかヨロヨロで帰っていきました。で、でもまあ、あの、ワンちゃんどうしてるやろうと思ったら、まあ、次の日、あの、すごい元気になってきてて、で、まあ、足取りがやっぱりすごくこうなんか軽やかになって、
生き生きとしててっていう風になんか変わりました。で、あれでこういうことに、あ、ごめんなさい、なんかいや、いいですよ。こういうことになるんだと思って、少しこう、皆さんがいつもね、リアルで出会うのがすごいよって言ってられるのが、こういうことなのかなっていうふうに、まあ、少し思えた、半信半疑ながら思えたっていう時でした。で、12月の26日が14歳の誕生日やったんで、まあ、これも一つ迎えられたっていうことが嬉しかったです。で、この頃、まあ、点滴を、まあ、ちょっとなしでしてみましょうということで減らしていました。で、年末に、まあ、娘が帰ってきたんですけれども、ワンちゃんに出会った時に、なんかちょっと雰囲気変わったねって、なんか自己主張するみたいになった感じがするねっていうふうに、まあ、ちょっと感想を言ってくれてて、なんとなくそれは嬉しいなっていうふうになんか思いました。はい、で、次にいきます。で、プティの変化ですけれども、 SRT 前は、まあ、食欲がないし、動きが重いし、散歩がノロノロで、毛づやがなくって、で、下痢、粘膜便をよくしました。で、便の回数がね、多くって、特に夜中にするっていう感じで6、7回していました。で、お皿が、なんかすごいヌルヌルだったので、なかなか何回洗ってもなんかヌルヌルするっていう状態でした。で、SRT の勉強した後に、食欲、元気が出てきて、動きが軽くなって、で、散歩では、まあ、軽快に走る時も出てきました。まあ、昔のなんか、運動が好きっていう雰囲気がたまにパッと出るっていう感じです。で、毛づやが出て、で、下痢はまあ、しなくなって、で、粘膜便がまあ、時々ですか。で、便の回数は一応その2、3回にはなりました。で、目はすごいこう、キラキラとこうしてて、お皿が何よりなんかさらっとしてきたっていうのがなんかすごい最近思います。次です。で、そのキャロンとプティに対して、まあ、思うことなんですけれども、まあ、ようやくその、ようやくスタートラインっていう状態です。8月からやっとかけて。で、腎臓の悪いプティちゃんじゃなくって、まあ、プティちゃん、そのままのプティちゃんっていうふうに思う。いつも腎臓の悪いプティちゃん、腎臓の悪いプティちゃんっていうふうに見てたんです。なんとなく、別に、もう自然とそうなってました。でも、それはやっぱり、なんかだってそういうふうにこう年を取った辰巳さんとか言われても嬉しくないでしょとか言って、なんかね、どっか悪い腰の痛い辰巳さんとかいちいちそんな言われても嫌でしょっていうふうに言われたら、まあそう考えたらそうだなっていうことで、プティちゃんっていうふうに、まあ、今思っています。で、だからそのままの、まあ、キャロンとかプティっていうことで見ようとしています。で、2匹をね、なんかすごく平等に扱わなきゃっていう、なんかそういう気持ちがあって、同じようになんかしてたんですけれども、それぞれにやっぱり性格も違うし、それからまあ、毎日、変化するよっていうふうに教えてもらったら、あ、そう言われたらそうやなっていうことで、体調もその日それぞれ違うので、そういうことをまあ、見ていきたいなっていうふうに思います。で、さっきも言ってたみたいに、キャロンとプティに依存していたことに気づいたから、まあ、バランスに気をつけます。で、食事が、まあ、4回の時もあったかもしれないけど、まあ、3回から今は2回あげています。で、手作り食ではあるんですけれども、腎臓に対してこれでいいんだろうかっていうふうな、療法食的な、なんか不安みたいなのが、ありながら、だからといってめちゃくちゃなんか調べてるわけでもないけれど、なんか不安に思いながら食事をあげてたと思うんですけれども、今はあんまりこだわらなくて食事を提供できるような状態で、いろいろ気になってしまうので、何を食べるやろかとか、ちゃんと食べるやろかとか、
ガン見してしまうんですね。で、そういうのってやっぱりその圧力になるっていうか、そんなじっと見られたら嫌やわ、その愛情いっぱいもらってるのと同じようなもんで、嫌やろうなっていうふうにまあちょっと思って、で今はまあできるときは自分たちの食事と同時にこうだいたいあげて、あんまり見ないでいいような状態であげてみてます。で、生肉とか骨もまあ揚げてみました。で、好きなものとかがまあいろいろ変わるようなので様子を見ています。時々ファスティングをしたりしています。それからまあ何でもやりすぎ注意で、私がやりすぎないように気をつけています。で、お散歩は今はまあキャロンがリーダーということで、まあ、いろんなところのいろんな道に行くんですけど、知らない道に行っても、まあ、ちゃんと帰ってくれるので、なんかそれについていくみたいな形でやっています。まあ、ワンちゃんとのコミュニケーションを大事にしたいなと思います。で、写真横にあるんですけれども、プティがその、排水種になってしまう1週間ぐらい前かに、息子夫婦が、まあ、キャンプがすごい好きで、一回一緒に行こうかっていうふうに誘ってくれたので、本当に久しぶりの、まあ、旅行って感じでワンちゃんも連れて行きました。で、すごく楽しかったんです。だけどその後に、まあ、病気になったりとかしてしまったので、まあ、あれが、まあ、いけなかったんだろうかと思ってみたり、もうそんなにはいけないかなっていうふうに、まあ、ずっと思ってたんですけれども、まあ、できることならばまたそういうキャンプとか、ワンちゃん一緒に連れて行きたいな、行けたらいいなっていうふうに今思っています。で、ワンちゃんたちには、感謝していますし、これから、まあ、環境が大切ということで、まあ、私がこう頑張るしかないなっていうことと、ホメオスタシスを信じて、そして今言ってるような、思い出を作っていきたいなっていうふうに思っています。で、いろいろね、ちょっと重なることもあると思うんですけれども、SRT 後の、家庭の変化ですね。で、私が、まあ、さっき言ってたみたいに、もうめちゃくちゃその、トゲを出しているような状態の、言わないんですけどね、状態の私が、爽やかな気分になったら、主人も少し変わったっていうふうに思います。世の中でよく、人を変えようと思ってもダメよ、自分が変わらなきゃって、こう、言われるけど、そんなん言われても無理やんっていつもそううまくはいかないなっていうふうに、まあ、思ってたんですけど、これは本当に、自分主語の文章が良かったのか、自然とそういうふうになれたなっていうのを ありがたいって思います。それから、まあ、話し合いっていうのが今まであまりできなかったんですけど、話し合いができて、協力するってこんなことなんだなっていうふうにまあ感じました。で、自分一人で頑張ってたんですけど、まあ、相談したり、頼ってみることをしました。で、そしたら、主人から、こういうことについてどうしようかなと考えているんだけどっていうふうな、まあ、相談もされて、そういう相談をされたのは、初めてやったんで、どんな話せんと暮らしてたんかっていう感じなんですけど、相談されたんで嬉しかったです。で、まあ、笑顔が増えて、で、キャロンやプティの状態にも、まあ、興味を持ってくれるようになってきて嬉しいです。で、3月に結婚記念日がちょうどありまして、食事に出たんですけれども、で、サニー校長にもちょっと相談したりしてて、それぞれの、まあ、同じように、なんていうの、できていないことっていうか、核になることはないですかっていうふうに聞かれたときに、まあ、お互いに本音で話すっていうのをあまりしないなっていうふうに思ったんで、この時は本音で話してみました。そしたら、本音っていうのはね、そう、SRT の勉強のこととか、そういうことをきっかけに話すことができたっていうことで、そしたら主人もなんか我慢してたこととか、したいことを話してくれたっていうことで、わあ、これもう本当にもう36年も経ってようやくかっていう感じで
まあ、第一歩になったっていうことで、まだ第一歩ですけど、なりました。この日家に帰ったら、ワンちゃんの出迎え方がすごかったんです。なんかもう なんかまあ若い頃の時みたいにすごいもうおかえりっていう風にやってくれたんで、これはやっぱり関係あるんかなって、まあ、この時思いました。で、まあ、これからの人生のためには、まあ、波風がまた起こると思うけど、まあ、その都度頑張って、まあ、解決して頑張って解決していこうって、かなり主人の育った環境と私が、まあ、対極的な感じで、まあ、お互いにこれバランスを取るため の人やったんかなっていうのもあるんですけれども、まあ、ちょっとずつやっていこうと思いますし、まあ、主人も旅行したいっていうふうに言ってて、ワンちゃんいるからできひんしなって言うから、できたらワンちゃんも一緒に行こうっていうふうにまあ言ってます。で、はい、これがまた私の嘘本の話をいただいてからの話ということで、これはもう大変なことやったんです。で、嘘本って言われて、まあ、予想だにしてなかったんです、私はね。でそんな何もできてないしっていうのがあったんで、何がそんなに問題ですかって言われたんですけれども、まあ、私にとってはまあ大問題、もう激震が走ったっていう感じで、まあ、ここで本当にこうそういう大問題になった時はやっぱり自分のもともとの持っている考えで動いちゃうんだな、私の癖をまあ出しすぎました、もう頑張らなきゃとか、もう結果出さなあかんとか、もう理想を求めて、ほんで悪い妄想やってくるから、もうプティちゃんがめちゃあかんくなってしまったら、もうどうすんのっていうふうなことで、でもはやもう冷静ではないので、もう何にもわからないような状態。で、プティちゃんもだんだん元気が下降気味になって、もう戻したり、粘膜弁出したり、食欲なくなったり、まあどうしようっていう風な感じで、まあ、落ち込みました。で、そういう環境を与えるからワンちゃんがこういろいろ変わっちゃうっていうのは、その自分もそう思っているから、自分のせいでますます悪くしちゃってるって思うと、もう本当に落ち込みました。どうしたらいいんだろう。で、しばらくまあそのどん底で沈んでいたんですけれども、こうして前を向けるようになったのは、サポートしてくださった、まあ、校長先生や他のいろんな先生方、何回もいろんなやり取りを私が聞いたことに対して何回も丁寧に導いてくださったり、であとは、まあ、励ましてくださったりパワーをくれる、まあ、先輩とか、それから同じSRT の勉強してはる皆さんのおかげだなっていうふうに思います。私がなんかおかしなことになっているっていうことですごい心配して声をかけてくださる方もいらっしゃってまあそんなに私あかんことになってたんだなっていうことなんですけども、でそんなおかげでようやくちょっとずつこう前向きになってきて、それで2月の末に福岡で合宿が行われてたんですけれども、まあ、2泊3日で参加するのできなかったんですけれども、まあ、1日だけ日帰りで初めての経験みたいなもんで日帰りで出かけていって、でそこでやっぱりキラキラされているSRT の勉強されている皆さんに出会って、やっぱりまた刺激をもらって、それもなんかすごい新しいことがいっぱいあったんで、めちゃくちゃ楽しかったわっていうことで、帰宅しました。で、そこから またいっぱい考えたり、悩んだり、教えてもらったりとかしていくうちに、だんだんプティがまた元気、食欲取り戻してくれて、で、今はまあ食事の準備の時にも、トコトコとやってきて、キラキラした目で待っててくれたり、まあ、階段も駆け上がってくれるっていう風になってきてくれたんで、まあ、嬉しいと、はい、とっても嬉しいです。で、その愛犬がまあ身をもって教えてくれるし、まあ、だからこそ、まあ、諦められないっていう風にまあ歩んでくれたと思います。で、この SRT のね、ワンちゃんのためだっていうことで、
勉強し始めたんですけれども、まあ、自分自身をこう見直すことができて、でたくさんの素晴らしい方々とね出会えて感謝しています。もうやっと気づけたっていうか、もう早くやってくださいっていつもなんかスピードが遅いですって、まあ、私ね自分自身もね本当はね早くやりたいっていうふうに当初思っていたんです。自分の年を考えても、キャロンプティの年のことを考えても早くやらなければって思ってたんだけど、まあ、やっぱり時間はかかっちゃいましたけれども、やっとここにたどり着けた、一歩目ですけどたどり着けたっていうことで、まあ、これからも親からもらった分にはね感謝して、それを、まあ、土台に、そこは土台だから、そこからいろいろこう認めてから前に進む。で、そこになんか幼虫みたいなの乗せてるんですけどあれなんです。まあ私本当にこう鎧みたいないっぱい着てる、それがもう皮膚ぐらいになってた感じだったんですけど、脱ぐの大変やったんですね。で、幼虫も何回か脱皮してからさなぎになってってなりますよね。でだから、まあ今1枚目脱皮したとこかなっていうので、ちょっとここに幼虫のイラストを載せました。でこれからも頑張ってやって、皆さんと頑張っていきたいと思っています。で、これまとめなんですけど、まあ、大切に思うことっていうことでいろんな言葉を載せました。とりあえず一つずつ読みます。獣医さんのサポートがあった、これがやっぱり安心っていうのがあります。で愛犬のおかげ、仲間のおかげで、運動主体感、ホメオスタシスで、いいとか悪いとかではないっていうこと、ただ自己認識 OP を探して認める、バランスで、できない私からの出発で、新しいことに挑戦して、失敗を恐れない、一歩ずつ繰り返して、素直な心、信じる心で、諦めない心っていうことで、それが 大切と思っています。で、最後に、ワンちゃんたち、私はあんまりなんかこういう動画とか撮ったりするのがもう一つなんですけれども写真を一応ね見てもらおうと思って載せました。で、2匹ずつ写ってるのは、まあ、たまたま左側がプティちゃんで、右側がキャロンです。で色は本当プティちゃんがもう少し茶色いかなと思うんですけれども、こんな感じで、私がなんかセミナーとか受けてる時もこの状態で寝てたりとかしていました。で、右側はご飯の用意してる時にやってきて、まあ、ご飯まだっていう感じで見上げているところです。でこっからなんか一応これ動画なんですけれども、息子夫婦と一緒に古墳公園っていうのが近くにあって行った時で、お嫁さんが、ね、リード持ってくれてて、プティちゃんはあっち行ったりこっち行ったりして歩いています。プティは今白いリードかな。あ、そうです。はい。はい、右左に行く子です。うん。めっちゃ元気だ。はい。短いんですけどね。それで真ん中はガレージ車全部出したんで、ちょっと遊びましょうっていうことでやってみました。で、プティちゃんがキャロンにちょっかいかけています。プティが青い首輪の方ですよね。いえ、プティが今前にいる方です。前か、はいはい。はい、この子です。で、後ろから。めっちゃ元気だな。ああいうふうにちょっかいを出すんです。で、迷惑そうにするんです。なんかお父さんの方は文化系なんで、こういう感じで。なるほどね。なるほど、文化系だからね。はい、ジャンプはすごいするんですけれど、うん、まあ、割とそうですね、公園とか出ても、あまり走らない感じでした。で、最後は散歩に行って、近くの公園で、プティだけフリーにした状態で、まあ、最後は階段を駆け上がって、
で駆け上がって行ってしまったら困ると思って、慌てて動画を終えたっていう感じなんですけど、ああこっからね、はい、最初ちょっとゆっくりで、あ早いね、だんだん、はい、なかなか早く駆け上がれました。これって前はそんなに駆け上がれなかったんですか？その病気になる前っていうのは駆け上がれてましたけど、うん、その、うん、病気になってからっていうのはああいうふうには駆け上がってなかったです。はい、はい、わかりやすい。ということで、なんか頼りない話だったかもしれないんですけど、聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よくできました。じゃあこれさすがですね。この話が始まる前にどうですかみたいなこうやり取りあったじゃないですか。はい、緊張しますよねみたいな話の時に、はい、なんかもう全体として話したら40分ぐらいかかっちゃうんですけど大丈夫ですかって言って、もう55分ちゃんとかかった。すいません。いやなんかね、完璧です。だらだら喋っちゃったらまたもっとシンプルにって叱られたらどうしようと思って。ああ、いやいや、診察じゃないからね。診察じゃないからそんなこと話さないけど。OK 。でもすごい分かりやすかったですよ、めちゃくちゃ。そうですか。ありがとうございます。すごい分かりやすかったです。で、もう聞きたいことがちょっとたくさんありすぎて、僕も頭の中整理しようかなと思ってるんですけど、はい。まあ実際に、まあこの番組って1時間ぐらいなのでもう質問のする時間とかあんまりないけど、はい、まあ、ちょっと僕が忘れる前にちょっと言っとこうかなと思うんですけど、はい、まあ辰巳さんにもっとこう詳しいこととか、そもそもどういうご飯あげれるようになったんですかとか、どういうふうに皮下保液、減らしてったんですかとかっていうところを、まあ、直に聞きたい人は今週の木曜日かな、で木曜日にアカデミーで、アカデミーの有料会員さん向けに、そこで対談とか相談ができるところがあるので、もしそれ興味ある方はアカデミーの有料会員に入って、相談していただいたらいいかなと思います。まあ、実際に本当に犬の腎臓病もめちゃくちゃ今増えてるので、そうそう、本当に辰巳さんと同じようにみんな悩んで苦しんで諦めてっていう方本当に多いので、辰巳さんど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 ん先輩なんでね、教えてあげてもらったらいいかなと思います。、はい、でそれはいいとして、ちょっと質問ちょっと聞きたいこと、いやどれにしよう、なんか本当にいっぱいいっぱいあってな、3個2個ぐらい聞こう。僕が一番思ったのがその時間がかかっちゃってって、あどうしようかな、このスライドもっと前にやったあのグラフのところにちょっとやってもらっていいですか。はい、そこで質問が何個かある。はい、でその SRT 始めてたかだか6ヶ月とか、まあ、今が3月だから今で8ヶ月とかじゃないですか。はい、でその6ヶ月の時とかも時間かかっちゃってって本当に言ってましたけど、はい、これ本当にみんな飼い主さんに本当に言いたいんですけど、はい、今までの人生、例えば辰巳さんだったら結婚して36年っていう数字出してくれてたじゃないですか。はい、で、まあ、辰巳さんの年齢はあえて出さないですけど、まあどっかで言ってるからどっかで聞いたことはある人いると思うけど、まあ、あえて出さないけど、はい、ね、その人生で考えたらもう何十年ってあるわけじゃないですか、うん、で結婚してからも36年ってあって、はい、で今 SRT 根本治療やって6ヶ月8ヶ月なんですよ。 1年経ってないんですよ、うん、そうそうそう、
で、何を言いたいかっていうと、今までの30年、40年、50年を6ヶ月、8ヶ月でひっくり返すってめちゃくちゃ効率いいんですよっていう。めちゃめちゃ早いですから、これって。そう遅いって言われてたから。いや、それは遅いって言いますよ。そのいや、もっとゆっくりでいいよみたいに言ってたら、だってみんな怠けるから。やるべき、やるときにはやんないとって思うわね。はい、そうです。だからそうです、ね、これは早いのよ、めちゃくちゃ早いのよ。そう、めちゃくちゃ早いで、まあ、それをきちんと認識してほしいなっていうのが一言で、その6ヶ月とか8ヶ月で本当に、例えばさっきのさ、旦那さんに相談されたなんて初めてっていう表現があったじゃないですか。はい。そう、あれが基本的には何十年もできないまんま死ぬ間際とか、こう死ぬまでできないとか、本当の意味で語り合えないとかっていう風にしてしまうパターンの方が多いんですよ。そう、だけどそれを数ヶ月でできるようになるって、なんか実感できないかもしれないけども、基本的にはそういうのって、正直奇跡というものの分類の中に入るぐらいなんです。そうだけど奇跡ってその起こらないものじゃなくて、ただただ起こすのが上手じゃないだけで、起こし方が分かっていたりとか、そもそもそれをシステムとしてトレーニングができれば、その人が、一般社会が奇跡と思うようなことも単純に数ヶ月でできるんだよっていうことを辰巳さんが証明したって話だ。そう。あえて年齢は言わないけど。また言う。あえて年齢は言わないけど。もうやめときましょう。まあ、さっきちょっとスライドにもちょっと載せてたけど、周りは一瞬だし。そう、あえて年齢は言わないけど、だってさ、辰巳さん、その年齢年齢は今言わないけど、その。だってその年齢とかも関係ないっていうことも証明したわけじゃないですか。そうですかね。でもやっぱり、まあ、自分よりも若い人がいっぱいいて、そういう人たちって本当にこうスピーディーだなっていうふうには感じました。ああ、なるほどなるほど。そこからちゃんと本気になれればね。そう、でも辰巳さんよりも時間かかってる人もたくさんいるわけだよね。そうですか。そう、いや、アート見てたらわかるでしょ。ああ、そうかな。すごいすごいこう悩んで、どうしたらいいんでしょうってずっと同じようなところに停滞してる人もいたりするから、そうで、すごい、その人たちよりも辰巳さんは年上だからね。まあ今だって一番上って言われてるんですもんね。一番上だからね。だから、本当にまあ、年齢の話ではないんだけど、それがメインではないから全然いいんだけど、でも本当に世の中的にはもうこんな年齢だしとか、もうここまでやったしみたいなことでみんな諦めたがる、だから本当に希望の光になってもらったらいいかなって思います。はい、ありがとうございます。あと何だったっけかな。あとその動物の変化もすごく分かりやすかったですよね。その便の回数6回7回から2、3回になったり、そのお皿がぬるぬるな状態からサラサラな状態になったりとか、これも YouTube とかインスタのライブとかでもよく言うけど、その子の状態ってもう唾液に速攻出るから、もうネバネバの状態っていうのは体の状態本当に良くない、から、そう、それがね、全然変わっていくっていうのは分かりやすいですね。はい、あとはそうね、まあちょっと深い話をすると、その自己認識のところを本当に、まあ、根本治療のところをよく載せてくれてましたけど、はい、そう、昔が遠かったなっていうのは表現あったじゃないですか。はい、自己認識していくときに、まあ、昔の自分と比較したりとか、そもそも自分のパターンを見つけに行くっていう、過程があるけど、はい、
その時に普通の状態だと探せないんですよ、うん、そう、脳みそがそもそも記憶を書き換えることをしちゃってるので、うん、昔を思い出す技術が必要なんですよね、うん、そうそう、ただただ思い出せば、ただただ昔を過去を振り返れば自分がわかるかって言ったらそういうわけではなくて、うん、その観察力っていうふうに根本治療でよく言ってるけど、それが見えるように頭の中をまずしてから見に行くっていう過程なんですよね、うん、さっきの考えるとかもそうだけど、動揺したり冷静、動揺したりする何かの問題が起こった時っていうのは冷静ではない状態、表現を変えたら考えられない状態、うん、から考えられるようにするためにはそもそも考えなきゃっていくら考えても考えられないわけだね、うん、だけどもその順番、同様なものをそもそも自己認識をしながら冷静な状態に持っていって、考えられる状態にしていって考えれるようになっていくっていう、そのところの説明とかもなんかすごい上手いなと思って聞いてました。そうですか、ありがとう、うん、はい、苦労していたんで。あ、確かに確かにそうですよね。苦労すると本当につまずくところが、はい、うん、大きく見えるからちゃんと、うん、だからすんなりいく人って、そこつまずくところって思っちゃうんだけど、うん、一個一個つまずいてくれるとここがつまずくところだって分かるんだよね、うん、でそういう人の存在ってめちゃくちゃ大事で、でつまずきますよね、 A というところでもつまずきますよね、 B というところでもつまずきますよねっていうのを経験している人は、 A というところでつまずいている人、 B というところでつまずいている人にサポートできるんですよ、うん、そうそうそう、だから良かったですね、本当に自分の資産になってる、仲間とどん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 つながるための資産になってるから良かったですね、めちゃくちゃ、はいはい、本当にそうです、うん、すごいすごい、これ本当にすごい、それ僕がそれあんまりできないんですよね。そうなんですか。そうなん、すんなりいっちゃうことの方が結構多いので、あんまり飼い主さんの悩みにそんなにがっつり寄り添えない、うん、そこ、あ、なんでって思っちゃう、うん、でだけどまあ昔は僕が一人でやってるからあんまりうまくいかなかったけど、今は飼い主さんたちが周りもがっつりいて、他のスタッフもがっつりいてって言って、まあ僕以上にみんな飼い主さんに、ね、サポートしてくれるから本当にいいよね、いい環境ですよね、本当に、うん、そうですね、あの、うん、サニー校長からガツンとやられてやられてそれで落ち込んでそれでまたサポートしてもらってってやりながら、はい、まあ本当に私結構つまずきいっぱいしてると思います、実際、うん、いや素晴らしいですよね、でも本当に、あ、これ最後ちょっと聞こう、はい、その、まあ、自分のパターンとして、まあ、教え込まれていたこととして、遊びダメ、お出かけダメ、お出かけダメとか、まあ、遊んじゃダメっていうのがあったじゃないですか、はい、でそこから今そのここにも書いてあるけど、12月のオフ会から、福岡の合宿からこう行動範囲が変わったり、考えが変わって行動が変わったりってしていってるじゃないですか、はい、でどうですか、その旗から見たらすごい変化だなと思うんですよね、うん、辰巳さんとしてはどういう感覚なのか、すごい楽しくなったみたいな感じなのか、こう目の前が開けたみたいな表現になるのか、どういう表現になります。うーん、まあ、新しいことをやっていけるんやなっていうふうなことで、なるほど、はい、楽しい、うーん、楽しいとはちょっと違う、うん、ワクワクとか、あ、そうですね、そういうワクワクすることもあるんやなって、前はあんまりだから出かけるのは、まあ、デブショーの方やって、
だけど出不精なんですけど、出ちゃうと今度は帰りたくないっていう、なんか糸が切れたタコみたいになるタイプやったんですけどね、まあ、出かけなさすぎてたから、出かけたらもう帰りたくないってなってたんかもしれないけど、まあ本当に昔はあんまりお出かけっていうか、まあ、主人家族で旅行って言ってもなんかこう楽しくないなっていう気持ちで行ってましたけど、それはきっと自分にそういうこう経験があんまりなくって、しんどいだけみたいな感じに思えてました。でも今回特に福岡とかにも出かけて行って、で、あの時はね、本当にね、くたくたよれよれにならんと帰れたんです。おー、はいはいはい。はい、まあ、新幹線で帰りはちょっと寝たりとかできたっていうのもあるけど、すごくやっぱりこう充実感があって、で、久しぶりにまあ、生ビールを飲むっていうのをしたりとかね。ずっとあんまり飲んでなかったんで、でそれからやっぱり飲んだ方がいいなっていうふうにちょっと変わりまして、なんかみんなで食事行く時も私車運転する役っていうことで、ノンアルコールビールが美味しいなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱりまあそうじゃなくてみんな楽しんだ方がいいなっていうことで、この間まあ息子夫婦がちょっとみんなで食事したいということで焼肉に行った時も、今日は私飲むから車じゃなくてバスとかで行きましょうっていうことで、最初なんでって主人に言われたけど、いや飲むからって言ってなんで私がいつも飲まへんっていうのをしてたんやろうなっていうふうに思うような感じで、まあ息子にもなんか福岡行ってきたんよって言ったら、もういい年やねんし、これからまあ病気することもあるかもしれへんから、早いこと元気なうちにいろんな経験しとかなあかんでって言って、なんか背中を押してくれるようなことを言って、で、まあ、お酒もそんな飲んだらいいやんっていうふうにまあ言ってくれたんで、せやせやと思いました。いやめっちゃいいじゃないですか。なんかすごいほっこりする、楽しい。そうか、はい、だから大きななんか経験が、まあ、分岐点みたいな感じになったというふうに思います。いやよかったよかった。まあちょっとこのまま喋り続けると本当にいくら時間かかってもちょっと終わんないからとりあえずこれ、はい、このグラフの、はい、なんだ元気さの上がりが、まあ、めちゃすごいよねっていう、まあ、分かりやすいグラフ、これ作ってくれたのも分かりやすいし、そもそもスライド全体も分かりやすかったし、話も分かりやすかったです。一回ちょっと共有を、停止していただいて、最後ちょっと辰巳さんからメッセージいただこうかなと。はい、はい、で一応その根本治療を今まさにやってる人たちもいるし、なんだ、もう同じようにこう成功を収めて改善してる人たちも今まさにタイムリーに応援してくれてるとも思うし、であとはもう今まさにこう悩んでいて、どうしようかな悩んでる人とか、動物の症状で苦しまれてる方もいらっしゃると思うんですけど、辰巳さんから何かそういう人たちに対してメッセージなどあればお願いします。そうですね、皆さんね、動物に対してはすごい愛情を持って飼われてると思うので、その子のためだったらいろんなことに頑張れると思うし、まあ、私でもなんかこうやってもう本当に皆さんの、お力を借りながらやってこれたっていう、だけどまあ第一歩なんですけどね、まだこれ調子乗ったらあかんって言われるからいや、ある程度は調子乗っていいよね。はい、進んでいけれると思うし、いろんな人の話を聞くっていうのはやっぱり素晴らしいなとも思ったり、だから全然なんていうのか、今までと違うような考え方とか考え方見方、そういうことを、まあ、知ることで、なんかその今までこう
凝り固まっていた自分っていうものが、まあ、変われることもあって、そういうことがこう動物たちにとっていいことになるのなら、ぜひ頑張って頑張ってみてくださったらいいんじゃないかな、一緒にやれたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、わかりました。まあ、ぜひあれですね、要するに根本治療をやったら私に会えますよってことですね。はい、もう足りないですけど。このレジェンドに会いに来なさいよと。とんでもないけれど、はい、会ってお話ししたら楽しいですっていうことです。はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、でも さっきもお伝えしたみたいに、本当に辰巳さんめちゃくちゃ今日話してくれたので、あまり細かい話は、まあ、そもそも聞けなかったですけど、まあ、今週の木曜日アカデミーで何でも相談会のところで、辰巳さんがと直接話す機会を設けてあるので、もし興味ある方はそちらでお願いしますっていうことですね。で、今日は改めて、辰巳さん、まあ、長々とこんなに久しぶりじゃないかな。基本的には1時間でちゃんと終わるんだけど、1時間15分経ったのちょっと久しぶり。これも年齢のせいかなと思うんですけど、ね、あ、はい、そう、言っておきましょう。まあそんな感じでありがとうございました。はい、ありがとうございます。また連絡しますんで、はい、また今後とも、はい、はい、頑張っていきましょう。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、楽しんでいきましょう。ありがとうございます。はい、ではバイナー。はい、はい、花粉症ね、今年治ったんですけどね。ああ、それすごい。あ、それ聞こうと思ったのに忘れてた。そうですよね。うん、なんか薬飲まなくても全然大丈夫で、まあ、基本、まあ、たまにこうすごいくしゃみとか出るけど、ああいう花粉症みたいにね、ずっと出てるとか鼻水がもうだらだら出るとかいうのがもう全然なくって、ですごい喜んでるんですけどね。で、ご近所の人と喋ってたら、なんかその聞いたのが、年を取ったらその免疫自体が元気がなくなってきて、で、花粉みたいなものが入ってきても、まあ仲良くしとこうかみたいな感じで、あまり反応しなくなって治るっていう説もあるのよって言わはるから、私どうなんかなって一回交渉。治んない。それは治んない。それはないないですか。うん、それはないです。ない全然。そしたらどっちか言ったらよかったっていうふうに、思ったらいいんですね。全然いい。基本的には悪化する一方だから。ああ。そうで、もしそれでになんだ花粉症が改善してるようであれば、もっと認知症が進んでいたりとか歩けなくなったりとかっていう別の症状も抱き合わせで起こる。ああ。そう、筋力がなくなったりとか。ああ。そう。で、それがもうガンガン、まあ、筋力の低下とかシワの増加とかそんなのはちょこちょこ起こると思うんですけど、はい、うん、楽しくなっちゃってるので、うん、そう、なので昔よりも頭働いてるだろうし、だから、うん、この辺もずっとシワ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 してるんで。だから全然その免疫力が下がってとかじゃなくて、免疫力がめちゃめちゃ丈夫になって、うん、花粉症が治ったっていうふうに考えるのが現実。あ、そうですか。うん、20歳ぐらいからもう長いことやってますから、もうなんか本当すごいですよね。だってそれ45年ぐらいやってたのを数ヶ月でチェンジですからね。今年、はい、びっくりしました。なんかあれっていう感じで、うん、これ本当にその世界的に見てもやっぱりいろんなセミナーとかいろいろ僕も受けましたけど、うん、ここまで短期間にその飼い主さんが変わるって本当にありえないから、そう、本当にすごいことだと思うし、それをまあ実践できてる辰巳さんが本当にすごいから、まあ、ぜひその今回の結果もそうだし何でもそうですけど、自信にしてってください。はい、うん、絶対に。はい、ありがとうございます。なんかもう自信は全くなかったんで。はい、今日は本当に嬉しいご褒美いただけて、
まあ、サニー校長が、まあ、笑顔でいてくださったんで嬉しいです。OK です、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで、そしたら今日あのお酒でも飲んでゆっくり休んで。わかりました。はい、はい、ではではまた、はい、今度また、はい、嘘本じゃないか、アカデミーの方でまた軽く話してあげてください。はい、わかりました。はい、ではではそんな感じで、はい、ではおやすみなさい。サニー